J を目指すレイザック滋賀が大型補強。滋賀県は J リーグがない全国の6つの県の中の1つです。なんとかレイザック滋賀大型補強しましたんで、 J リーグ入りを目指していただきたい、 J の夢を見たいなと私も思います。今日はスタジオに少年サッカーのみんなが来てくれてます。みんなにじゃあ夢聞いていこうか。サッカー選手、サッカー選手、プロサッカー選手、プロサッカー選手、プロサッカー選手、おいいな、プロサッカー選手、おプロサッカー選手、おプロサッカー選手、プロサッカー選手、ということで全員がプロサッカー選手ということで、滋賀のサッカーの未来は明るい。バイバイ。バイバイ。